サイモン・ブラック・バームは、イギリスの哲学者。メタ倫理学上の学説である純実財論を提唱したことで知られる。一般に向けた哲学入門書を多数執筆している。長年、ケンブリッジ大学の哲学教授を務めていたが、2011年に退官した。現在、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の哲学科特任、教授として、毎年秋学期に授業を持っている。 それに加え、ケンブリッジ大学トリニティカレッジのフェロー、ロンドンのニューカレッジオブヒューマニティーズの教授も務める。過去には、オックスフォード大学ペンブロークカレッジのフェロー、ノースカロライナ大学のエドナ・コーリー教授も歴任した。2009年から2010年度までアリストテレス教会の会長として役割を果たした。ブリストルのクリフトンカレッジに入学後、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに転入し、1965年にそこで学士号を取得した。1970年、ケンブリッジ大学チャーチルカレッジで博士号を授与された。メタ倫理学上の立場としての純実在論の提唱者として知られる。また、哲学の様々な主題について、シンヒューム主義的な主張を擁護している。過去には、マインド氏の編集者を務めた。 BBC ラジオ4の番組ザモラルメイズなどイギリスの各種メディアにたびたび出演している。2007年にはアメリカ芸術科学アカデミーの国外名誉フェローに選出された。ブラックバーンは英国ヒューマニズム協会の支持者として神は存在しないと議論しているが自分のことは無信論者ではなく不信心者と称することを好む。2010年9月に ローマ教皇ベネディクト16世の英国訪問に反対する公開書簡が55人の知識人の署名とともにガーディアン氏に掲載されたが、ブラックバーンもそこに名を連ね、宗教者が政治に及ぼす影響はなるべく小さくなるべきだと論じた。ありがとうございます。